毎年冬になると北海道や東北、北陸、山陰などの広い地域にたくさんの雪が降ります。雪国では半年近くもこの白い冷たい雪に埋もれて暮らすのです。雪は人々の生活に、雪のない地方では想像もつかないいろいろな害を及ぼしています。雪は鉄道にも大きな影響を与えています。では雪はどのようにして降るのでしょうか。冬を迎えると日本の周辺にはシベリアの高気圧から北西の季節風が吹くようになります。大陸からの乾いた冷たい空気は、割合暖かい日本海を渡る間に多量の水蒸気を吸収します。この湿った空気は山脈に突き当たると強い上昇気流になって冷やされるので、雪雲を作り、そこに多量の雪を降らせるのです。雪を降らせた後の空気は、冷たい空っ風となって太平洋側へ吹き抜けます。これが冬の代表的な気象で、西高東低型と呼ばれています。このようにして降る雪は、山地にたくさん積もるので、山雪型とも言います。強い西高東低型の季節風が一時弱まった頃、日本海の海岸線に沿って、不連続線のできることがあります。西からの季節風と北からの冷たい風と山地の雪で冷やされた南からの空気とが入り混じって、北陸や山陰の海岸線近くに多量の雪を降らせます。これを里雪型とも言い、昭和35年の暮れに北陸方面を襲ったのがこの雪です。その他、低気圧が本州や北海道を通過するとき、集中的に大雪を降らせることもあります。このようにして毎年冬になると、日本の半分近くが深い雪に覆われ、延長2万キロメートルに及ぶ国鉄の線路のうち3分の1以上がこの白馬と戦うことになるのです。雪による被害のうち一番多いのは、吹雪のための吹き溜まりによるものです。吹雪は線路を埋め尽くしてしまい、そのため列車が立ち往生したり、あるいは脱線したりして、いろいろな事故を起こすことになります。吹き溜まりによる事故のほか、局部的に起こる大きな被害としては、雪崩によるものがあります。雪崩は、その時期や地形によっては思いがけないところまで襲ってきます。
これは容積1万8千立方メートルに及ぶ雪崩の跡で、延長200メートルの鉄橋が全部押し流されてしまった例です。雪崩は時によっては列車を転覆させることさえあります。このような災害を未然に防ぐため、国鉄としてはいろいろな施設を設けて対策を立ててきました。線路を守る雪覆い、雪崩の勢力を2つに割る雪崩割り、斜面の雪が動き出すのを防ごうとするたくさんのレール食い、雪崩を食い止めようとするレール柵、雪崩の勢力を受け止める擁壁、雪崩の起こりそうな危険斜面に何段もの階段を設けて雪崩の発生を防ぐ階段工、柵に張った電線が雪崩によって切断されるとそれを電気的に知らせる警報装置、その他いろいろな施設によって雪崩を防ごうとしています。また雪害対策をさらに有効なものにするため、雪の深いところに実験所を設け、実際の雪を使っていろいろな研究も行っています。零下10度の低温実験室、ここでは積雪がどのような性質を持っているのかを力学的な面からいろいろと調べています。これは締まり雪の結晶の構造を特別な顕微鏡で見たものです。雪の降る前にあらかじめ桁を置いて、積もった雪が締まっていく時の力を電気的に測ったり、積雪の断面に色を吹きつけて雪の締まり方を調べます。斜面に降り積もった雪の層は極めてゆっくりずり落ちようとしているものです。その斜面に設けた鉄製の杭に対してどの程度の力がかかっているかを調べる実験、杭の付近にあらかじめピンポン玉を入れておいて、その後移動した距離を測って積雪の滑る様子を調べる実験、こうした基礎的な研究実験のほか、人工的に雪崩を起こさせその速度や力を調べる大規模な実験も行われています。降り積もった雪の中で火薬を爆破させ、人工的に雪崩を起こします。これは積雪の表層部分が崩れ落ちる表層雪崩の実験状況です。これは春先によく起こる前層雪崩、または底雪崩といわれるものの実験、途中に設けた杭や柵に対してどの程度の衝撃力を与えるかを測定し、有効な対策を立てようとしているのです。
雪山の稜線に張り出す不安定な庇状の雪庇。雪崩はこれが崩れて起こることが多いので、雪庇が大きくならないうちに落としてしまうような雪崩の予防法も実施されています。東京の鉄道技術研究所の中でも雪害を防ぐための研究実験が続けられています。風洞の中に強い風を送り、風上から雪と似たような粉を飛ばす人工吹雪風洞実験。実際のものを100分の1に縮小した模型です。どのようにして吹きだまりができていくのかを風速をいろいろと変えて測定するのです。その風上にある距離を置いて防雪柵を設けた場合、吹雪は柵で抑えられ、線路上の吹きだまりは少なくなります。柵の代わりに樹木を植えた防雪林の実験。林の厚さや線路からの距離など、いろいろな角度からその効果を調べます。こうした研究は実際の施設を設けるときにすぐ役立つのです。これは防雪柵が吹きだまりを抑えている例です。国鉄の防雪柵の延長は 160km に及び、その効果を上げています。また鉄道防雪林の延長は 1700km にも達し、吹雪や雪崩による害を未然に防いでいます。以上が防雪の設備と研究の一部ですが、一方、鉄道輸送を確保するための除雪体制はどうなっているのでしょう。保線区と絶えず連携を保っている現場の各線路分区では、一定時間ごとに気象観測をし、災害の発生を予測した場合、すぐにその旨を連絡し、除雪体制の手配をします。ものすごい雪ですね、文具さん。もう降雪35センチもありますよ。35センチ？ええ。アッセルだな、こりゃ。あ、助役さん。あ、現在の降雪量35センチ。天候は雪の6。明朝までに60センチくらいになる見込みです。明朝ラッセルを計画してください。なお、除雪妊婦50名を手配いたしました。こうした報告や要求は、保線区ごとにまとめられ、管理局の保線当局に伝えられます。保線当局は地方の気象台と密接に気象情報を交換しながら刻々の状況を把握し、現場から雪かき車の要求が出るとすぐ運輸司令に連絡します。運輸司令は直ちに雪かき車が運転できるようにダイヤを組み替え、関係現場に雪かき車の出動を命令するのです。はい、指令31号、上内、雪の228、225運対、発進が7時。鉄道の除雪には、いろいろな雪かき車が動員されます。一刻を争うような場合に出動するのが、ラッセル雪かき車です。車の力を借りて線路上の雪を5メートルほどの幅に両翼で押し分ける役目をします。現在この式の雪かき車は全国に200両も配置されています。
駅構内とか踏切、鉄橋などではいろいろな障害物があるため、よくや雪かき用の隙の操作に非常に神経を使います。複線区間では複線用ラッセル雪かき車が活躍し、線路の左側へだけ雪を押し合って除雪していきます。だがラッセル車で除雪しただけでは線路の両側に雪の壁ができてしまいます。次の除雪の効果を上げるためにこの側雪をのけておかなければなりません。これを段切り作業と言います。このようにして機械力と人力とによる除雪は休みなく続けられています。これはジョルダンともいう広幅雪かき車で、ラッセルよりも長い翼を持ち、7メートルの幅に除雪することができます。雪国の電化された線路では電柱が邪魔にならないよう左右の電柱間隔を広くとっています。側雪が高くなりラッセルの除雪効果が上がらなくなると、マックレーというかき寄せ式の雪かき車やロータリーという回転式の雪かき車が活躍します。まずマックレーで幅8メートル近くまで両側の雪を線路の中央にかき寄せておき、後から来るロータリーの跳ね車で左右自由な方向にその雪を跳ね飛ばすのです。一時に多量の雪が降った場合はロータリーの単独運転をしておよそ3メートルの幅に除雪することもあります。近年は両方を連結して運転することもできるようになりました。機関車、マックレー、ロータリー、機関車の編成なので、その頭字を取ってひまどき編成とも言います。鉄道の除雪作業のうちにはどうしても人力に頼らなくてはならない作業があります。厳しい寒さによってできたトンネル内のつららなどを取り除く作業は夜半から夜明けまでの時間内に行い、初列車が通過する前に終わらせなければなりません。降雪による災害は一挙に広い地域にわたることが多いので、いつでも行動ができるように十分な除雪体制を整えておかなければなりません。雪国の人々は除雪組合の制度を設けて鉄道の除雪に常に協力してくれています。ポイントが方々にある駅構内や踏切などでは全部の雪を機械で除雪することは困難です。どうしても多くの人力が必要です。
時にはホームの屋根の雪や線路脇の雪を貨車に積み込み、わざわざ雪捨て列車を編成することもあります。列車の合間を見ながら短時間にこの雪を適当な場所まで捨てに行かなければなりません。雪捨て用の貨車に石炭用のホッパー車を使っているところもあります。水が豊富に使えるところでは勾配をつけた流雪溝を作ってそこに雪を流しています。海水や温泉からの水、発電所から吐き出される温水などを取り入れて流雪効果を上げているところもあります。これは雪馬という道具を少々機械化して流雪溝と組み合わせた例です。駅構内でたくさん並んだ線路の間の雪を順に押し合って、最後は流雪溝に捨てている複線用ラッセル車。最近は雪害対策の合理化がいろいろと進められています。信号機のガラスに雪のつくのを防ぐ風車付きのもの、雪のつかない旋回窓、ポイント部分に電熱による融雪装置を取り付けたものもその効果を上げています。これは床版型電気融雪機。これはシーズ線型電気融雪機です。蒸気の熱と噴射力を利用した新しい除雪方法です。この方式は車体下回りの雪や氷を取り除くのにも大変効果的です。ジェットエンジンの噴射力を利用して除雪を行おうという研究も最近になって始められています。土木機械を応用したもので実用化されているものはブルドーザーのほかいろいろとあります。雪捨て用の貨車に横積みができるトラクターショベル、ホームの上など大型機械の使えないところで活躍する小型除雪機械、同じ形式のものを大型にした新しい機械も見られます。今までの雪かき車は蒸気機関車の力を借りたものでしたが、これはモーターカーの前にラッセル式の翼を取り付けたものです。自力で走り、また簡単に方向転換ができるので、機動性に富む軽便な雪かき車として活躍しています。同じくモーターカーに掃き寄せ翼と羽車を取り付けたものです。
これは駅構内の入れ替え用に使っているディーゼル機関車の前に排泄装置を取り付けたもので、ディーゼルロータリー雪かき機関車と呼ばれています。